こうして見てると本当に姉妹みたいだな。どう見てもゆいちゃんの方が妹に見えちゃうけどね。そうだな。みんなの協力もあって今はまたこうやって楽しく過ごせるようになった。だがキリト君どうしたの？ユイはこの ALO においてはナビゲーションピクシーとしての役回りをしていた。ピクシーという種族は滅びたのにユイはこうしていて大丈夫なんだろうか。光のピクシーさんのことだね。確かに不安はあるよね。あのクエストはもともとピクシーがこの世界で生きていたことを忘れないでほしいっていう願いだったけど、ピクシーの秘宝を奪ったモンスターのようなイレギュラーな存在も登場していた。ああ、少し気になるな。キリト、アスナ、パパ、ママ、二人ともどうしたの？なんかね、今ユイと変なアイテム見つけたんだ。変なアイテム？はい、これです。手紙みたいだね。宛先も差出人も書いてないみたい。封の中に写真が入ってて、それがあのバベルの塔なんだよ。バベルの塔だと？キリト君、これって。ああ、この状況はあのピクシークエストと似てるな。ピクシークエスト、それはどういうものなんですか？そうだな、ユイには言っておかなくちゃな。まずはバベルの塔へ向かおう。その道中で説明するよ。この世界の状況設定、その仕組みにおいて私はピクシーだったということなんですね。ああ、そうだ。パパたちがクリアしたというピクシークエストは、滅んだピクシーたちが自分たちを思い出してほしいという願いで用意したもの。うん、無事に秘宝は全部集められたし、もう終わったって思ってたんだけど。パパ、ママ、あれは？おお、この子光ってるよ。またお会いしましたね。あなたは、もう消えてしまったとばかり思ってたけど。ええ、私もそう思っていました。ですが、今回の異変により、今一度この世界へ呼び戻されてしまったようです。異変ってことはまだ終わってなかったんだな。どういうことか教えてもらえる？はい、ピクシーたちはあなたたちの記憶に残り、私の役目は終わったはずでした。ですがピクシーは完全には消えていなかった。え、それはまさか。あなたたちが自分の娘だと言っている、そのユイという少女が、まだ残っていたのです。あ、ユイちゃんが。ユイがここにいる以上は、ピクシーはこの世界に無事存在しているということになる。この世界の神、カーディナルがその存在に気づき、排除するために、追加クエストを作成したのだと思われます。それって、ユイちゃんを排除しようってこと？そうなります。またユイが狙われてるっていうの？ちょっと待ってくれ。本当に ALO のピクシーはもうユイしかいないのか？少なくともスバルトエリアにはその少女以外のピクシーは存在しないということだと思います。パパ、ママ。ユイ、心配するな。お前はもう二度と俺たちの前から消させはしない。うん、もちろんだよ。私だって同じ気持ちだよ。教えてくれ、ユイを守るために
このクエストはどうやってクリアすればいいのか。わかりました。では、塔の最上部へ行きましょう。ここで何をすればいいの？これまであなたたちはピクシーが残した秘宝を4つ手に入れたはずです。それを取り出してここでかざしてください。わかった。よし、こうして。あ、光り出した。見て、ゲートが出現したよ。この先に行けばいいんだな。はい。待ってください、ユイちゃん。あの奥で凄まじい情報の密度を感じます。パパ、ママ、ストレア、あそこは危険です。情報の密度、ユイも情報圧を感じられるようになってるのか。危険ってことは今回のクエストのボスがいるってことなのかな。どうだろうな。どうしますか。ユイが懸念しているようにこの奥で待ち構えるのは敵モブです。おそらくこれまでの戦いとは比べ物にならないほどに熾烈を極めるでしょう。それをこなさないとユイを狙う者たちとの戦いが終わらないってことなんだよな。はい。なら迷うことなんてないよ。パパ、ママ。ユイ、心配しないの。私たちがちゃんと守ってあげるからさ。そういうことだ。よし、行くぞ。ここは、千年後の世界？もうたどり着けないはずじゃ。ここは、あなたたちが実際に体験した千年後の仮想世界ではありません。あなたたちの記憶から取り出し、ビジョンを再構築したもの。へえ、そんなことができるんだね。ここが、私の中で眠る、もう一人の私が生きていた世界なんですね。確かに、少し、懐かしい気がします。ユイちゃん、消せないな。え、キリト、どうしたの。ピクシー、俺たちが未来の仮想世界に行ったことは君には話していないはずだ。なぜそれを知っているんだ。キリト君、ここまでのナビ確かに助かった。だがバベルの塔で会ってからの君は前と少し様子が違っている気がする。君はこの追加クエストにおいて役割が変わってるんじゃないのか。これまでの記憶を持ちながら俺たちをこの死闘の地へと誘うためのクエストナビとして。カーディナルの意思を伝える者、クエストの代行者として新たに生まれ変わったってこと。ピクシーさん、そうなんですか。ご名答、その通りです。そんな私たちを騙してたの。結果的にはそうなってしまいましたね。
申し訳ありません。ですが、このクエストはあなたたちが進むべき道。大きな障壁ですが、避けて通ることはできません。そう、この道をたどることはもはやあなたたちの運命。逃げるつもりなど元よりないのでしょう。ああ、ならばピクシーとして最後の手向けをするに私自身がふさわしいと思いました。そしてこの役目を買って出たのです。ピクシーさん。さあ、これが最後の死闘。あなたたちの強い意志を見せてください。世界の神が作り上げた筋書きを拒否し塗り替えてみせなさい。当たり前だ。ユイちゃんを消させはしないよ。うん、やっちゃおう。